せーの、毎度わけですお願いします。言うとりますけども、はい、ちょっと初なんですけどね、うん、まあもうサムネットタイトルでわかると思うんですけど、100大食い企画。しかもこれちょうど昨日ね、エスポさんがあの100個確認やっててびっくりしたわ。ちょっとね、僕人生初なんですけど、からよし、唐揚げ専門店なんですか、こちらは。スカイラークグループのからよしさん、からよしで合ってるよね、大丈夫そう。なんとですね、こちらからよしさん、まあ中野の南口で買ってきたんですけど、鶏胸肉の骨付きおつまみチキン2本で99円、109円ですね。うん、でこれ期間がですね、10月18日から11月29日まで、まあ今月のね、肉の日までっちゅうことやね。これ絶対そういうことやんな、そういうことやんね、ですよね、知らんけど。え、100個買ってきましたってことで召喚しましょう、こちら。ドン。え、待って、めちゃめちゃブラックペッパーのええ匂いしてるわ。え、これすごい量やぞ、マジでシュワシュワや。からよしさん、はーい。ってことで一回ちょっとお皿に出すか、これな、しなしななって袋破れてまうわ。はい、こちらドーン。ちょっと待って、え、お前それ絶対100個ないやんって思うかもしれないんですけど、先に言います、これで半分です。これで半分の50個。え、マチンシャイテ、これで半分100個いけるかな。まあ、早速食うてくか、食うてきますか。はい、ってことで、あのからよしさんのね、鶏むね肉の骨付きおつまみチキン、いただきます。どんな味付けなんやろっていうね。ではいただきます。うん、あ、たまたまかな、骨がバリちっちゃいぞ、ブラックペッパーが効いとりますわ。うまっ、うまい、普通にうまい。で、肉自体もめっちゃ柔らかいし、うん、これ全部こうなんかな。ちょっと食べたね、骨なんで、結構皆さんね、うわ、そう、グロいから見せんといてっていう方もいるんで、見せますね。苦手な方は5秒スキップして。はい、骨がね、すっごい小さいの。チキチキボンみたいなやつとかさ、ケンタッキーとかさ、あのコンビニのさ、フライドチキン系もさ、もうちっちゃいやつでも骨めっちゃしっかりあるよ。これめちゃめちゃでかいのにほぼ肉っていう、これはお買い得やわ。これもう箸ちゃうわ、手でいこう。箸でちまちま食ってられへんわ。え、おいしいな。うん、うん、やっぱ骨バリちっさい。え、脂っこいしさ、大味やからあれかも、あんま入らんかもしれんけど、今のとこなんか100個いけそうな気してきたで。骨やって思ったら骨ちゃうねん。てか本気出せば、あの骨ごといけちゃう。こういう食べやすい骨ばっかりにしてんねやろうな、よう考えてるわこれ。うん、わかる、あのここにポコッていう軟骨がないね。まあ、もちろん反対側はあるけど、普通両方についてますやん。とりあえず25個完食。唇テッカテカ。今ね、11時48分で、多分スタートしたんが15分で、今25個食べきりましたと。はい、ごちそうさまでした。ってことでね、100個を買ってみたでした。はい、本日もご視聴ありがとうございました。もしね、この動画、あ、からよしさんちょっと食べてみたいな、あ、今ならお買い得なんやって思った、そこのあなたもぜひチャンネル登録。キリンのメッツコーラ、ちょっと油の吸収を抑えますと。25も結構すごいと思うで。うわー、いや、うまいっちゃうまいんやで、ほんまにほんまにうまいね。ただ100個は一人で食う量じゃないよねって。そういえばお前ピノの100個でさえギリやったやんってな。you
あとはもう己との戦いですわな。縦動画3分で収まるよな。まあもう察してると思います。100個は絶対無理や。ほんまでかないこれ。うわやばい、ほんまに無理なやつや。今一点見つめ出てたわ。もうこれやばない？もうこんなんもうバカでかいんやけど、マジで無理。ってことでね、100本買ってきたんですけども残り63本ですね。半分も食べれへん。ってことで本日もご視聴ありがとうございました。もしね、この動画、あ、よく頑張りましたねと、お前全く食えてへんやんけって思ったそこのあなた、もうぜひチャンネル登録、グッドボタン本当にお願いし、まあまあまあ言うて、うん、イエス、アークでした。はい、ってことで続き食べていきますか。7時前ということでね。はいはいはい。バリバリ熱い。ってことで、すごい最後こんな画角なんですけどね、今エアコンのあれ終わりまして、工事、うん、見る見る、あれ、うわ、新しいよ。はい、言うとりますけどもね。はい、ってことでじゃん、からよし、残り20個食べてこっけ、食べてこっけ、いただきます。ラストいきます。これで100個。お疲れ様でした。ごちそうさまでした。無事100個食べ終わりました。本日もご視聴ありがとうございました。もう100個企画なんてやらへん。